はい、それではいよいよ大問2番に行きたいと思います。カッコ1番からカッコ1番作図の問題ですね。はい、下の図のように直線 L と直線 L 上にない2点 AB があります。直線 L 上にあり2点 AB から等しい距離にある点 P をコンパスと定規を使って作図しなさい。ただし作図するために書いた線は消さないでおきなさい。2点 AB から等しい距離、うちの塾の生徒によく言ってるはずなんですけど、点と点、点と点から等しい距離です。いいですか？ A って点があって、B って点があって、A と B から等しい距離、A と B から等しい距離、A と B から等しい距離、あ、点点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 点、垂直二等分線であります。この2点とか、点と点とかっていう表現が出てきたら、その作図は垂直二等分線であります。中学1年生諸君、定期テスト対策でこれやったね。できてるかな。はい、よいしょ。ちなみに線と線って言われたら角の二等分線です。今日はその説明は省略。さて、では A と B の垂直二等分線を書けばいいということになりましたから、 A と B の垂直二等分線をこのようにコンパスでズビズビズビーって引いてあげれば、ここが点 P だ。いいですか？基本的な問題でした。これ結構できたんじゃないかな。作図今年は難しくなかったですね。